近くで見ててもやっぱ死ぬほど努力してるとこ見てたし、やっぱ最初 MMA にアジャストできなくてもこう頑張った姿見たんで、やっぱそれに僕も刺激受けて、やっぱ俺もやらないとダメだよなって、しっかりこう、まあ、兄貴の名前なくてもこう自分でも頑張れるようにと思って今回またディープを選んだんですけど、はい。最初は本当もう右も左も分かんないみたいなこうキックと全く違えなとか思ってて、最初本当辛いし全然こう自分が思ったような形にならなかったんですけど、運動センスっていう部分に関してすごい高い能力を持ってるんで、だから一緒に練習しててもこうすごい吸収がいいんですよね。いろんな人と練習できる環境にあって、でもっと自分で MMA の総合的にのその成長度合いはこうすごい感じててますね。全然まあ似てはいるんですけどスタイルは全く違うですね、兄貴とは。その中でも兄貴のアドバイス取り入れたいとか、先生のアドバイス取り入れたいとか、基礎固めをディープでしようかなっていう、自分の土台を作りたいなと思って、それでディープに決めました、はい、ディープのベルトはもうそれこそ自分の教えてくれる大塚さんも取ってるベルトだし、はい、普通にディープのベルトっていうのは全然やっぱ歴史あると思うんで、言ったことを吸収するのと、あのそれを養 う, こう身体能力はもうすごくいいものを持ってるんで、まあ、今回も楽しみだし、もうこれからも本当楽しみな選手。いい意味でまあすごい注目される部分もあるけど、まあ、悪い意味ですごい、なんていうんですかね、僕のそういう影響ももろに受けてしまうっていう部分があると思うんで、まあ、なんかあんまそういうのを気にせず、なんか自分らしくなんか楽しくやってもらえたら一番いいなっていうふうに思うんで、まあ、僕の実力もまだちょっとはっきり分かってないと思うんですけど、まあ、本当自分が強いってことを本当仲間のためとか家族のために証明させるし、やっぱここで負けてられないから絶対勝つっていう、うちの全選手の中で一番だけ強いですよ、本当そのレベルに本当に強いんで、嬉しいとかっていうよりかは負けたらやばいなって感じです。いや、舐めてるとかそういうのじゃないんですけど、負けられないですね。年少からずっと空手やってて、そこからキックボクシングやって、今 MMA で、去年フューチャーキング優勝して、今年プロデビューやってました。このキック打っていきました。キレがあるっすね。来た、飛び込んでった。ずっとてっぺんジム行ってました。しょっぱいのは、あ、那須川さんも天心も練習してます。まあ、今回勝って当たり前でリーグチャンピオンになって、ライズンとか大きいところ行きたいですね。全部自信あるですね。今は打撃もなんか自信がないところがないっていうか、打撃も寝技も、前回自分寝技で負けてるんで組んでくんのかなとか、どっちも負けないですね。そうですね、もちろん面白い試合したいし、その盛り上げる試合もしたいんですけど、一番は本当勝利をつかみ取ることだと思ってるんで、何が何でも勝つっていう、もう殴り合って KO で勝たないと意味ないんで、いい勝ち方できたなって、はい、負けられないし、自分も いっぱいでもしたくないんで、しっかり落とさず丁寧に勝ちたいですね。負けないぞっていうのを教えてあげたいですね。